クロモモンガをお迎えして14日目、やっぱり怒られちゃうんですよね。いきなり怒られてます。でも飲んでくれるんですよね。どんな気持ちで飲んでいるんだろう。目つきが悪い。目がつり上がってますよね。アフリカヤマネのベビーは順調にベタ慣れの道を歩んでいるんだけどな。根気強くミルクをあげ続けます。関係ない話なんですけど、愛玩動物使用管理士2級を申し込みました。教材も届きました。とっても分厚い本でびっくりです。読みたいんだけど、やりたいことがいっぱいあってなかなか読めてません。 YouTube でも勉強の動画を上げてくれているの、ありがたいです。なんか私も勉強方法を考えたいな。動物たちのこともっとちゃんと学んで、きちんとお世話したいです。悲しいお別れはもう嫌なので。別れはいずれ来るのでしょうが、健康に寿命を全うできるようにお世話したいです。ほら、ほら。ほら。ほら。
ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録いただけると励みになります。よろしくお願いします。